しんでますこれを言ったらおしまいなんじゃないかっていう話を言ってもいいですか。いや全然流行ってない塾なんですよね、はい、本当にすごかったらもっと来るかな、はい、どんな田舎でも、はい、このやってることを理解できる人がまずほぼいないっていうのがまず第一なんですよ、はい、説得力がない、はい、うさんくさいのはやめてくださいじゃあなんていうんですかね。じゃあもうちょっとなんかね、例えばホームページにしっかり書いてあるとか、はい、パンフレットがあるとか、はい、なんかそれの関連書籍を紹介してくれるとかってやると僕たちもわかりやすいんですけど、はい、僕の教育すごいんですって、はい、っていう感じなんですよね。それをどう僕たちが信じたらいいのかです。それで結局僕もそうだと思うんですよ。なんかうさんくさいなっていう。お、いや、分かってます。分かってます。うさんくさいな。じゃあ分かってるのは何か、それを突破する方法は何かお持ちですか。まず一つ考えてるのは、はい、まあ、YouTube でそれを普通に公開するのがいいのかなと思いました。まずそれが教育してるところ、自分のそう、うん、もう全部それは公開します。いいと思うんですけど、この今日この場はどうします。今日この場みんな今日どうとしてるんですよ、はい、そこもそうだと思うんで、ちょっとそこの資料に書いたんですけど、条件付き投資っていうのなんか書いてあると思うんですけど、条件付き投資で6ヶ月間、じゃあ実際僕が、まあ、社長さん方でもいいんですよ。そのワーキングメモリーって大人でも鍛えられるし、で鍛えることによって、あの要は仕事の能率が上がったりもするので、もちろん社長さんたちでもいいですし、あとはもう林社長が学生の塾生徒誰でもいいんで、モニターとしてそれをやってあげるの、やってあげるっていうか、その言い方申し訳ないですすいません。いや良かったです、はい、じゃあ怪しまれるだろうなとか、はい、理解されないだろうなっていう前提はお持ちだってことですね、はい、そうです。そこがね、あのもう思ってなかったらどうしようと思ったんですけど、はい、そこはね心配してくれてるみたいで、それは良かったですね、はい、こんなにすごいんですって言われてね、はい、はーって感じで終わるかと思ってね、はい、よかったです。はい、さすがよく分かってらっしゃる、はい、すいません、うん、すいません、怪しんでますでもどうなんですか、そのやっぱり学習塾のプロの方々からそれを聞かないと、やっぱりこれを見たらおしまいなんじゃないかっていう話を言ってもいいですか、うん、本当にすごかったですよ。1教室20人じゃねえだろうと思うわけですね僕は。なかなか少ないですよ、はい、月謝2万円で1教室20、はい、ね、20人ぐらい田舎とは言っても、はい、ちょっと、はい、本当だったら田舎でも50人100人は集まるでしょうと、はい、と僕は思うんですけど、あ、そこどう思いますか。僕30人以上さすがに持ってないんですよ、もう他にも、そう、例えばこういう風に、例えばこのタイガーファンディングやったりとか、これをどうやって広げようかっていうところにエネルギー使いたいんで、基本僕断ってる方なんですよ、どっちかっていうと来てる人たちを。なんで断ってるんで、その本当はもっと入れようと思えば入れられますけど、そこはなんていうのかな、僕は30人しか持ってない。そして僕以外のその雇ってる人たちは僕と同じことができないんですね。だから結局僕自身は30人までしか持てませんよっていうところで、まあ今の状態になってます。何年やられてますそれ。5年6年です。5年6年やってたら、さすがに講師とかにある程度共有できたりとか、はい、伝授できたりとか、はい、あとさらに全然余裕っすよっておっしゃってたんで、はい、忙しくて30コマっていうわけじゃなくて、はい、もうちょっとさすがに僕のイメージですけど20人では全然流行ってない塾なんですよね、はい、だからそれだったらもっと本当にすごかったらもっと行列とかできてるだろうというイメージなんです。わかりました。そこのどうなのかな、ちょっとわかんないです。僕もなんかとりあえず今は来てる、全く広告打ってないで、ただ紹介できてて、でそれで、それはすごいと思います、はい、すごいと思うんですけど、はい、20人っていうのはねそんなに多くないですよね。あの1教室20人ですよ、はい、1教室20人っていうか、うんと、そうな、1教室っていうところで、まあ、30人でも一緒です。そうなんですけど、僕わかんない、それは林さんはそうかなと思うんですけど、じゃあ、はい、すいません、じゃあそれは少ないかもしれないいや、なんですか、ね、僕の中では全然その募集も何もしてない、してないで、こんな来てすごいって思ってるかもしれないですけど、はい、本当にすごかったらもっと来るかなって、はい、どんな田舎でも、はい、ちょっと少ないんじゃないって僕は思っちゃうんですよね。話題性がもうそんなにね、あの今までにない画期的な指導法ですって言った場合、うん、はい、もっと行列できるはずだなっていうのが僕の印象です。じゃあそれは別に言い訳とかじゃなくて僕の見解でいいですか、はい、すごい田舎なので、はい、なんていうのかな、まずその僕のやってることを理解できる人がまずほぼいないっていうのがまず第一なんですよすごすぎて理解できないとっていう、だからもうすごい名前、じゃあ近所の塾で流行ってるとこって何人います。50人100人のところありません。なんかその集団でやってるわけじゃないから、持てるコマ数が限られちゃって、それ近所の塾で流行ってる塾は50人100人のところいません、はい、いやちょっと分かんないです。僕すいません、他の塾が名工技塾とかスクールアイとかないですか、はいはい、まあ多分そんぐらい行ってると思います。そうですよね、はい、だからなんかそんな丁寧にね、はい、先生ご自身が教えてくれて一対一で見てくれるって言ったら、はい、もうちょっと話題になってんじゃないかなって思っちゃうんですけど。わかりました、はい、
が1教室で20人30人はかなり少ないです。月謝2万円とかだと。ワーキングメモリーだけに限らずなんですけど、はい、そのワーキングメモリーのプロなわけじゃないですか、はい、ということはご自身の IQ もいくらでも上げられるんじゃないかなと思っちゃうんですよ。なるほど。そしたらもう今このビジネスもっともっとでかくなってるはずなのに確かにこのビジネスこの規模で止まってるってことはこれがワーキングメモリーの限界なんじゃないかって僕は思っちゃうんですよね。おっしゃる通りですね、はい、その難しいことを簡単に説明するのってすごく IQ が必要だと思ってまして、はい、説明してくださいってことですね。ワーキングメモリーについてそうですね、はい、ご自身多分説明できなかったらワーキングメモリー の、はい、あの効果を説得力がないですね、はいはい、じゃあ今説明しても、うん、大丈夫ですか、はい、例えば 100m 走って速い人と遅い人っているじゃないですか。でこれって例えば訓練すれば 100m 走を例えば15秒の人は13秒にできるよとか10秒の人だったら8秒にできるよっていうそのレベルなんですよ。やっぱり本人の資質はなんつうか最小マックス値みたいなところはあるので、例えば15秒の人にそのワーキングメモリートレーニングやりましたっつったら13秒にしますよってところのレベルで、それをじゃあリミットブレイクして8秒にするか9秒にするかって言ったらそれははっきり言ってできません。そこは個人の資質とかあとは遺伝的な問題があるのでできないです。じゃあ相対的に元よりもだいぶ良くなりますよってことですね。そういうことです、はい、じゃあ実績で示すしかないですね。そしたら、はい、その実績がどんなものがあるんですか。実績はなんか本当に僕言うとうさんくさくなっちゃうんで、なんかあんまりこういう本当の実績って言いたくないんですよ。その言うとうさんくさくなるんで。でもでもそれだったら売れないですよね。はい、うさんくさいのはやめてください。じゃあなんていうんですかね、はい、いやそれよく聞く話やんとかそれ本当かよっていう風になるから僕はあんまりその言わないんですけど、例えばですよ、例えばただ小学校3年生の子ですごくまあ悪ガキ的な感じで落ち着きがなくて教室も駆けずり回ってで成績も掛け算ができないっていう子がいたんですよ、小3の時に。でその子が小4の時に入ってきて、僕はその時に初めて、ああワーキングメモリーこの子にちょっとやってみようと思って、そのワーキングメモリートレーニングっていうのはその学校教育の中に組み込むって感じでまあやったんですけど、そしたらまあ中学今2年生なんですけど、大体学年1位2位ぐらいは取れてるんですよ。で僕はそこは大して重要ではないと思ってるんですよ。その学年1位とか学力とか僕の中ではどうだっていいんです。そこじゃなくて重要なのは本人がすごく自分で考えて自分で思考して自分で選択するっていう能力がついたんですね。空気も読めるようになったし、で今なんか将来の夢はっつったらなんかちゃんと自分で説明して、じゃあ僕はこういうことやりたいんですけど、こういうことやるためには先生どうしたらあの僕がそうなりやすいと思いますかっていうふうに論理立てて秩序立てて話せるようになったっていうところが、その学年1位なんかよりも全然そっちの方が大切だなと僕は思ってるんで、まあそういう変わり方があります。はい、ワーキングメモリーのおかげかは分かんないですよね。分かんないですね、うん、っていうことも含めてこれうさんくさいじゃないですかなんで言って僕もその納得してもらいたいんですよ。あ、なんかうさんくせえやつが来たなみたいな感じでなんか、うんなんかあの別にうさんくさいとは思ってないんですけど、はいはい、一般的にうさんくさいって思われる可能性があるんだったら、そう高いんですよね、それを潰すためのにどうすればいいのかをワーキングメモリーを最大限生かしてほしいんですよね。あーワーキングメモリー生かした結果ここの社長さんたちに頼むっていうのが僕の中でのワーキングメモリー生かした結果です。はい、これでも理解できるんじゃないですか。社内ベンチャーっていうのはだから僕はなんで社内ベンチャーがいいかっていうと、すごい PR 力とかそのメディアを使う能力が長けてるから、ここに来てここの社長さんたち一流の社長さんたちにやってもらうのが一番ベストだって僕のワーキングメモリー使ってその答えがそれです